今日は家から車で1時間半くらいかけて移動しまして、ザリガニがいるっていうところまで、来ました。あー、1時間半もかけるとこんないい景色ですな。日付は9月13日金曜日ですね。9月の中旬にもかかわらず、このセミの声が入ってるかどうか分かりませんが、360度セミの声が聞こえます。こういう田んぼの水路に、ザリガニやドジョウがいるらしいんだけど、ドジョウっていうのを生まれてからまだ一度も生きて動いてるところを生で見たことがないので、今探してるんですが、なかなかいない。で、ただザリガニはね、その向こうのその橋がかかってる水路にいたので、ザリガニ釣りを今からやりたいと思います。でん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 、ザリガニ発見。ちゃんといた。釣ってやるぞ。あそこにもいた。おお、久しぶりに見たな。おお、釣れそう釣れそう。ただちょっと流れが早いな。いい感じいい感じ。農業用の水路でも、なんか昔ながらのこの感じ、これどうですか皆さん、このいい景色だ。これテンション上がるね、やっぱこの畑の。あー、日本人に生まれてよかった。いい景色。ここにもいた。はい、では今回はおつまみはサキイカでやってみたいと思います。おつまみはサキイカじゃないや、餌だ餌。うん、うまい。確かスルメよりか来てくれるんじゃないかな。はい、完成。それではやっとザリガニ釣りができる。こいつ狙うかな。すぐ釣れるだろう。流れが速い。沈まないよ。ほら、向いてる向いてる向いてる。あ、沈んだ。流れ速いな。でも気づいてる気づいてる。立ってて。ザリちゃんザリちゃんザリちゃん。匂いを感じ取ってる。匂いを感じ取ってる。いいよ。いいよ、そこ。で、キュー。匂いを感じ取ってる。そう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 。あ、惜しい。手伸ばせ、手を。あ、くる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 。あ、来い。来い。ほら、来い。来い。いや、惜しい。ちょっと惜しい。あ、ちょっとね。流れの緩やかなところ行ってみれば。ほれ。来い、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 バカだね、バカだね、本当に。来てる、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 イエーイ。
絶景。怖い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 。めっちゃ離せない。うわー、超怒ってる超怒ってる。なんか、へえ、アメリカザリガニ。まあ、日本ザリガニっていうザリガニも、在来種のザリガニもいるんだけど、昔輸入されてきたこの外来種のアメリカザリガニが日本全国に分布してるらしいですね。怒ってる怒ってる、怒ってる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 、めっちゃ怒ってる、怒ってる、怖い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 、うお超おこなの、うわー怖い、おこなの、おこなの、怖い怖い怖い、へえ元気いっぱいだ、よしどんどん釣ろうどんどん釣ろう、そこその石の陰に隠れてる赤いやつを今から狙います。はい、2匹目ゲットしました。水中カメラで、釣れるところうまく撮れたと思います。ゲット。掴んでるのか、掴んでるのか、掴んだのかな、これ。あ、なんか来た、なんか来た来た、まさかダブルか、ダブルか、これ来た、ダブル、ダブル、ダブルかな、引いて引いて引いて、いいんじゃないか、来てる、重い、ダブルは更新ありですよ、これだ、ってかな、草が引っかかって、なんかすな、あははははは、残念、草を巻き込んでバラしてしまった、そこは。流される流される、ザリガニちゃんがどんどん流される、ガーどんどん流される、元いたところまでお帰りになっちゃったな。はい、今回はザリガニ釣りということでバッチリと目的を果たしました。こんな簡単な仕掛けで釣れるんですね。まだ土壌っていうのもまだ本当に一回も見たことないので、いつか土壌を捕まえに行ってみたいと思います。それはまた次のお話で。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。少し前の栃木旅行の動画で益子焼の絵付け体験をして、お皿に絵を描いてきたんですが、後から連絡がありまして、焼く過程で割ってしまったということで、お皿を送るのでもう一度描いてくださいっていう残念なお知らせが来てしまったので、まあ、割ってしまったものは仕方ないということで、またうち、で新しく作り直しました。こんな感じで今度こそうまく焼いてもらえるように。
願っております。とりあえずおまけはこんな感じで、これから2週間から3週間くらいしたら届くみたいですね。とても楽しみ。ご視聴ありがとうございました。